はい、皆さんこんにちは。で、今日はね、住吉桃源郷さん西脇市ですね。ちょっとね、水田かな、ちょっと池の、まああと水生植物もしかしたら何か見れるかなと思ってきました。それと夏椿ね、サラの木、こういう感じでね、サラも6から8月って書いてあるけど、8月だったらもう遅いからね。まあ周りはね、このように田園風景ですね。で、ここに大通寺さん、お寺がなんかあるよね、ここ。はい。夏椿。これは、これは何の木でしょう。夏椿だな、それ。大通寺さんかな、これ。ちょっとあの屋根で見えへんな。よいしょ。うん、大通寺さんと書いとるね。はい。じゃあちょっと中に進んでいきましょう。桜も綺麗かったやろね、これ。ここ、重要文化財かなんかの薬師如来さんもあるからね。まあ。これ市民農園なっとるね、これ。はい、こういう感じでね、地図がありますんで、ちょっとあらかじめちょっと頭に入れておいてください。梅もね、ここね、咲くはずなんですけどね。梅林は書いてないな。杏子か、杏子って書いてあるな。あ、梅見広場ってここ書いてあるな。ここにメインで行ってみたいですからね。あ、で、最近止めた駐車場はここですんでね。はい。あ、アジサイが来れば。アジサイの名所かな、ここ。で、もう開けといてくれてますんでね。あ、それでこれが、まあまあ、ハラマシ。なんかものすごい、魚か。ね、薬師如来坐像がね。文化だね。はい、あ、スイレン咲きましたね。ちょっと前、何もか前に来たんですけどね、まだ咲いてなかったよね、スイレンね。あ、鯉が泳いでますんでね。こんなすぐそばまで咲いてくれて嬉しいね。あ、笹が見えるね。あ、よかった。これは浅さですね。綺麗に咲いとる。ちょうどいい時期に来たかな。ねえ。ねえ、綺麗でしょ。わ、浅さがところどころ咲いとる、これ。ねえ、浅さ。キュウリの花に似とるね。そっちにも咲いてるし、ここは浅さがメインやな。スイレンと候補の見えへんね。なんかカエルみたいなのがよくおるんやと思う。飛び込むような音が。そこにも何個も濃いかな。白とピンクやね。あれ、向こうに見えてるのあれ、後方にちゃうんかいな。ねえ。ちょっと後でそっちの方に行ってみますわ。あの辺も浅さが集中しとる。アジサイも咲いていいよね、ここ。あと、サラは咲くはずなんやけどね。はい、ここは薬師堂でね、薬師如来さんが、拝めます。兵庫県の重要文化財ね、これね。説明書き読んでくださいね。まあ、これね、見れるはずなんですよ。ちょっとあんまり仏像写してもあれやから、やめときますけどね。扉開けたらね、扉開けへんのかな、これ。中にね、薬師如来さんがいてありますからね。
あ、扉開けへんね。うん、なんか篠原さん見てはりますね。あれ、でも金色に塗られとんねんけどな。仏像なんやな、あれ。ちょっと、仏像っすやめときましょう。はい。なんかあの、人もおれへんし、静かでいいとこやな、これ。これ、橋もあるしね。水も流れてきてます。山水かな。ここも浅田がね、ほら。ね。咲いてますよ。この辺は浅田の葉っぱが容器あるね。もっと容器咲くはずですわ。こっちも白の水田が。向こうになんか小さい花が容器。あれなんや。あの水生植物。ちょっと橋渡りますね。よし。のんびりできていいとこですわ、ここ。ちょっと石の毛伸ばしてます。あれ、あ、あれは、この花が落ちたやな。何の花かな、また下で咲いてるかな、また。多分この辺も浅草でしょ。ね。またまだこれからの季節咲きそうですね。はい。なんか、鳥の鳴き声がしてる。アジサイがところどころ咲いとんなーしてね。よし。これもアジサイだし。肝心のサラの木はどこにあるね、あんねやったかいな。あ、これか。これやな。夏椿あんま咲いてないんか？え？咲き終わった？下に花落ちてないもんね。まだ早いんかな。どういうことやろう。ねえ、つぼみも会えへんじゃないですか。まだ早いんかな。まああちこち咲いてるのにね、虫焼きしないでも。ちょっと残念やね。まあ一回今度来られた時皆さんここで覚えといてね、見てください。さっきの看板では6から8月って書いてあったから。もしかしたらその頃に咲くんやろか。ねえ。あ、実際。こっちのは特に何もない。前来た時にあの辺でね、芍薬が咲いてましたわ。あ、芍薬じゃ、芍薙が。もう今までも咲いてないですけどね。また来年見に行きたいですよね。ちょっとこっち行ってみようか。ちょっと小骨みたいなのがあったから、それ見とくわ。声がね、悠々と泳いでますね。これ何の木やなぁ。よう見るけど、白い花咲かして。はい。ああ、朝霞が集中しとる。ね。ものすごいじゃないですか、これ。綺麗な、やっぱりちっちゃいけど。うん。スイレもちょ、ここで。でかいのが咲いとったから移していこうか。ね。はい。ちょっと小骨みたいなのがあるみたいな感じなんで、ちょっと見ておきます。これね、葉っぱでかいでしょ。これは、これも水田やろうか。ちょっとわからないね。うん。これも浅草やもんな。はい。まあいいですわ。はい。はい。池のね、こちらに来ました。一番最初に見たところですけど、ここに夏椿が咲いてました。ここにね、夏椿がありました。ね。あれとかもでね。一輪だけですけど、これから咲きますよ、これね。つぼみ容器あるんでね。はい。まあ、そんな感じでしたね。はい、本日もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければまた高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。